か今日は劇場でしたね。昨日も劇場だったんですけど、ちょっと劇場の前後にお仕事があったりで、なんか最近はバタバタしてたので、なんか喋りたくても喋れないとか、なんかこうなんか言ってるそう、ちゃんとできてなかったのですが、寒いっすね今日も。どうもバタバタしてました。なんか指痛い、ここが痛いんですけど、何ですか？ここが痛いんですけど何だろう。まあそんなことはどうでもよくて今日は劇場公演で、そうビンゴ抽選しました。すごい、本当にできると思ってなかったよ。なんかタワー飛んできたの見えた。私もクマがデーンってきた。クマが地道な走りや後マーク、握手会最高に楽しかった、ありがとうタワーですあー、は投げるってなんか言ってましたもんね。確かに本当だった、ありがとう。そう楽しかったってね、ありがとうね。そう週末もお話し会もありがとうございました。そうそう楽しかった。お話し会の後もねちょっとしようかあったんですけど、ちょっとまだバタバタしててバタバタしてて。そうなんですよ、いつもねできる時はやってるんですけども。ってことで久しぶりなんですけども、はい、楽しかったねビンゴ抽選は。あ今日でも本当にYouTube も撮影させていただいたので、意外とさ、なんか劇場ね常連組とかはわかるかもだけど、意外と劇場まだ来たことないよってファンの方もいらっしゃるのかなと思うので、あの劇場のどういう順で入っていくのか、私のように知らない方もいると思うので、編集したらはい投稿しますので待っててください。今日のビンゴの様子、なんかビンゴの抽選ってなんかピンとこないですよね。私もなんかみんながガラガラして引いて呼ばれたら行くんだよって言ってた、確かにそのままだったんですけど、実際目で見る感じと全然違くて、だから劇場のロビーがいっぱい人で溢れ返ってる姿を見たの初めてで、てかなんか全然もう並べてないから、なんならさあの壁車の前までさ並ぶんですね。あれ初めて見ました、あの図。えこういう感じなんだと思って、えそう結構な詰め具合でしたよね足りてない感すごかったの。うん、なんかこれも見たことなかったので、そうそうすごかったですね。びっくりしました、まず最初に。うん、そうなんですよ、びっくりした。確かにあれ前後の人と仲良くなるのってそういうことね。仲良くなるよね、あれ。なんかうわーってお互い頑張りましょうみたいな絆生まれそう。確かに10人1組ぐらいなんだっけ。うん、9人10人か。うん、そうすごい面白いあれね、びっくりしましたえピンポン、確かにピンポンの現場だけは見れなかったなね、ピンポンすごいな、ほんとちょっと面白かった。でも本当に面白かったですね、ちょっと本当に複雑ではあった。でもあの YouTube 撮ったので全てはそこでそこであのやりますからねえ今日のピンポン苦戦したの、みんな苦戦したでしょ、絶対苦戦したでしょっていうか苦戦してましたって聞きましたけど本当ですか、私のファンの皆さん苦戦してたって。うんでも、あ早めに行かないとできないとかもあるんですね。うん、なるほど。そう。まあでもね、なんかそうそうそう。
大変なのに。私もそれもやってみたいな何でもやってみたくなる私もピンポンやってみたいな。なんか2回にあそっかでも2回公演でも結局間でやってるのかな。私もやりたいな、どっかでやりたい。うん、今日はご飯食べましたよ、食べましたよ、大丈夫。あのさっきお弁当食べて今ここで配信してるのでお腹空いてないです、お腹いっぱいです。なんか楽しくてめっちゃなんか MC 噛んじゃったんですけど今日はMC めちゃめちゃ噛んだんですけどね。でも割と全体的には楽しかったです。テンションが高かった。え、本当に高すぎちゃってびっくりしました。自分もなんかえめっちゃ楽しいと思ってこんなにさ、そうなんかね、なんか一緒ファンの人とファンの皆さんと今日のね公演に入ってくださった皆さんとなんかね一体感が生まれた気がして。でもなんかね私のこと嫌いになった方もいるかもしれないんですけどもでも楽しかったです。今日はそう、でも昨日の公演がねキョカちゃんの最後の公演だったんですけど、なんかねあんまりね、そうなんですよね、ちょっとねミスが多くて悔しかったので今日はねあのミスないように割といけたんじゃないかなと思います。楽しかったです。そしてねもう一個ポジション覚えたいなって思ったんですけど、どことかは言わないですけどあの覚えたいんですよね。覚える暇、うん、正月それにしようかなってぐらいでも来月公演出れるのかな、どっかで出るかなとかも思いますし、うん、そうなんですよ。自分が出てない時に口ずさんでしまうんですよねそうだからやってみたいなと思いましてねねえ、でももう僕体はですね、私は僕の太陽がすごい好きなんですよ。だからねやっぱ改めてね今日もやってて思ったけどね、僕の太陽っていい歌だなって、僕の太陽をやりたくてこの公演出たのでね、キャパオーバー、そうなの、キャパオーバーになりつつあったんですけど、ご飯食べたら治りました。治んないか、キャパオーバーな感じは正直最近あるんですけどもうこのね配信とかはそんな気負うことなくやってるんで別に何もなくって感じなんですけども、でもご飯の力は結構大あの重大ですね。あのご飯食べると元気が出ます当たり前のこと言ってますけども、キャパ増えるというかね、キャパが増えるの、あ食べた分容量増えるかっていう話、あもうギガを食べてるようなもんってこと私のギガ上げてんのかな、あまあ少しはですね。月末にあのたまにいるじゃないですかギガを買う方、その感じですかね。そのぐらいのちょっとした力ならあるぐらい、うん確かにそれはあるかもだけど、なんかねこうねだからねある意味そうなんですよね、多分全部をそう0100人間やめたいなと思ってるんですけどね。私70とかが逆にできないんですよ。70、80、でやれるようになりたいねなんかそうなんだよね。まあそんな結構人生ここまで生きてきてそんな感じじゃなかったんで、あのわりかしはいわりかしやるかやらないかどっちかみたいな感じの生き方してきたので、そう簡単に変われないかもですけどね。そうでも多分無理かな、まあでもあのもう少しそうなんですよね
そういうそれがなるちゃんって言われ方したらそれはそうなんですけど、まああのそうですね、だからもう気を難しいです。難しい、無理、わかんない、下手だなぁとは思うんですけど、なんか言うやん今日、めっちゃなんかって今日言ってるし、なんかさってなってるんですけど、なんかってめっちゃ言ってるからやめて、やだ気づかないで、ううちょっと待って、寒いよ。なんかいろいろなんかって言わないようにしたいけどさ、そうやって意識するとなんかって言いたくなっちゃうよね。あのねあのねってなっちゃう。次はあのさアホになってみよう。アホになるってなんじゃそら、なんじゃそら、アホになるね。いやなんかねしんどいです。アホですね今、こういうことでしょうか。大丈夫です、あのなんか一生話進まないんだけど、しんどい、ちょっとつらいです、もう無理です、なんかって言っちゃいますね、もうなんかちゃんです、今日はもう、はい、グラノーなんかでいきます。なんかはねもうねしんどい、やめようって意識したら余計に出てきちゃうんですよね。無理あ待って、もう発言できない、一言目にもう言いたくなっちゃってんだよな今なあ、しんどいです。ブーそう待って、なんて言って言葉始めたらいいのか分かんない、あーウケる、ブーっとあのですね何の話してたっけ、そうあの割と分かんない、私自分のことあまり器用とは思ったことないんですけど、占いの話ね、急に器用、いやそうだよね、割と器用に見えてんのかな、私器用とは思わないです、割かしだからね、そうだよ、だからあんまりあれだよ、そうだよ、両方、ないです、あでもあの本当にね振りも忘れますしね、もうねひどいんですよ、できちゃうように見えるありがとう、でも割としっかりとリハーサルやらないとできないことも結構あるんですわ、だからそれはもう言っていこう、できませんって言っていこうと思いました。で言いたくないんですけど、できないっていう前にいやできるまでやるっていう、なんかそっちになっちゃうんですよね、そうなんだよね、振り起こし超苦手だし、確かに私はそうなんだよな、できるところまでやってできてるところを見せたいっていう意思も確かにあるからな、まあいっか、頑張ります頑張っていきます、そうですね、確かに負けず嫌い、そうだよね、そうそう、でも
そんなですよっていう、やったしこしかできないし、 やらないとできないからやるしかないしっていう状況です。はい、やばい、待って、バレてる私の手元バレてるよね、これ。バレてた、今なんかシールが剥がれた音聞こえた、もしかしてそらそうだよね、ごめんごめん。これがでも本当にやりたかったことごめんごめんね、うん、あんね、そう、ここに行き着くんですけどいい話、いい話だった今の。そう、いや、ありがとう。まあカラオケいつしますか。だって、あ、カラオケしたいんだけどね、なんか2日間の劇場でちょっと喉をちょっと使いすぎちゃった。明日はアンレイムのファンミーティングがあるけど、明日に治るといいな。うん、こういう人いたよねこうやってマスクとかない時代の話。私も埋もれたいタイプです、こういうのに。寒いから。はい、じゃあやっていきましょうか。カラオケ配信はいつか、あの、もう少し喉がしっかりしたらやります。はい、あの、めっちゃカードがあるんですわ。全部開けたいんで超急いでやるか、もう一発やるか。紹介します。ででん、最新の、まずは双璧の覇者、そしてじゃじゃん、強大な敵、そしてででん、ロマンスドーン。これ開けたっけな、この辺開けた、じゃじゃん、頂上決戦、開けたことあるか。え、すごい量ある。これはね、めっちゃ開けた記憶あるんだよな。5個今あります、ありがとうございます。これはな、あの、劇場にて届いてたやつなんですけど、早速、だからこの新作がちょっと、まあ、ここ最近ずっと開けてたので、この新作を開けていこうかなって思います。うふふふふ、うふふふふ、うん、嬉しい、嬉しいね、はあ、最近ルールを覚えてきたので、じゃん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 、おお、もう一個か、じゃん、おお、バレット、え、強いね、7000って、お、強いとか分かっちゃうからね、こういうの。あ、これブロッカーなんだ、確かにブロッカーしてくれそう。わ、すごい、わ、なんかやばい、ルールが分かるちょっとだけ分かる、おお、最高ですね、いいか、あー、なるほどね、多分ね、ブロッカーはいいんですよ、理解してきました。あやねちゃんとセリカとね、リハし、リハだって、カードのリハって何、カードして遊んでるんです、リハの合間に、そう、遊んでるんです、めっちゃ楽しい。じゃん、おじゃん、スリラーバック、これはだからあれだよ、あの、ステージカードって言うんだっけ、ステージ、何、そうそうそう、そういう感じ。じゃんじゃん、あ、見えちゃった、じゃん、うお、リューマだ、前も出たかな、これね、カードって何キャラクターまでしかダメみたいなのないんだっけ。そう、デッキの組み方はまだ分かんなくて、同じカードが4枚までみたいなルールなのは確かあるんですけど、同じ、うんと、いろんなカード出してもいいってことなのかな、そう、50枚。でもね、意外とね、全部強いければいいわけじゃないんですよね。
そうだから難しいんだよね。私結構なカードの量持ってるからね、多分かなりのそう組めると思うデッキを。え待って、この後ろのカードはこれはさ、なんドンカードじゃない？ほらね、ドンカードだった。これが一番最後。じゃんじゃんじゃんじゃーん。お前が消えろ。なんじゃそれ。お前が黄色ってカードなんだけど、イベントでお前が黄色、え、これを出すぜ、お前は黄色ってなるの、これやば、怖。え、でも強いのかな。この自分の手札1枚を捨てることができる、まあ、捨てて自分のリーダーかキャラ1枚まで、このバトル中パワー3000だから割といいですね。うんうん、お前が黄色めっちゃいいです。お前が黄色怖い。え、このさ、キンキラキンのカードはさ、あなたどこ所属になるわけ？キンキラキンってある？イベントカード、やっぱデッキの組み方はまだわかんない。今スタートデッキでしかやってないんでね。あ、黄色かな？黄色？同じ色でデッキを組むんですって。だからこの場合は難しいよね。難しい。でもワンピカート簡単な方なの？こういうカードゲーム界隈あんまり知らないんですけども。うん、キンキラキン。多分ね、緑は緑でカードなんですよね。組めるってことだよね。合ってるん？ 3 人ぐらいは知ってる人いそう。どう？どうですか？黄色のカード、赤のカード、こういう仕分けで合ってんのかしら。黄色イベントカード、イベントカードってなんだろう、わかんないよね。うん、わかんない。2色で組むやつとかもある。そう、なんかでデッキがむずいですね、組むのが。組めたら面白いんだろ、そこまでいったらおもろそう。多分この緑で一緒にね、この緑のカード、下が緑のカードは多分一緒にして同じデッキで組めるはずなんですよね。見てきました。お、船、めっちゃデッキ組めると思う。そうなのよね、雷蔵だ。ドン、おー、じゃん、はっちゃんだ、じゃーん。ホグバックだ、ホグバック。強いのかな。自分のトラッシュのカード2枚を好きな順番でデッキの下に戻すことができる。なるほど。カウンター2000。うん、トリガー効果多い多い。おお、ちょっとだけルール分かってる雰囲気。まだ開けます。じゃーん、すごい、ゼロだ。自分の手札から特徴を持つカードに枚数捨てていい、もう良い。捨てたカード1枚につき自分のリーダーかキャラ1枚、このバトル中パワースプラス1000。あ、弱そうだけど、なんかまあ使えるカードなのかもしれない。ゼロ、すぐ負けちゃいそうだけど、カウンター戦として使うこともできるな。なるほど。じゃあカマキリ、おうほうおうほうおうほう、お、シドリーちゃんだ。じゃーん、は、技が来た。イベントカード、技です。おお、強っ。このターン中パワープラス3000になれるし、相手のパワー7000以上のキャラがいる場合、自分のリーダーキャラ、そのこのターン中パワーさらす。すごい、強めです、多分。そう、この辺のカードを使ってゲームやれたら一番いいんだよな、本当に。うわっ、
クソン。ブルック、このブルックってどうなん？おー、相手のコスト4以下のキャラ1枚までトラッシュに置く。おわ、いいかも。登場時に相手は自身のトラッシュカードの3枚ですけど、ね、あーそうなんだ、デッキの下に、あーへー、そうなんだ、デッキの下に置いて、そんなターン回ってくることあんのかな。多分むずい、むずい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 けど、カードは引いてくよん。でんサウロラッキー、おぉ、何もなかった。にんじじゃん、なんか最後キラキラチラン、ネガティブホロー、ホロ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 ー待って、超地味なん、相手の手札1枚を捨てるっていう、じ地味だな、地味だなって。まあでもね、結構手札を捨てるのは大事な気がする。うん、でも1枚かって感じ。じゃんじゃんじゃん、うおー、渋ボルサニー、ボルサリーノ、渋渋。自分の手札が5枚以下の場合、このキャラはブロッカーを得る。ブロッカーしてくれんだ。うおー、相手のアタックの後このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる。うわ、強めじゃないか。でんでん、一時まず7000の時点でなんか可能性がある。自分の場のドンが相手の場のドンの枚数以下の場合、相手のキャラ1枚までこの単中パーマイナス2000、しかも速攻なんだ。じゃあ強いです。速攻は即座に攻撃するということで、速攻ですよね。そういうことだからいいんですよ、いいんですよね、きっと。でんでん、お、うたちゃん出た。これがね、多分赤と紫のデッキが、の色が使えるわけですよ。ただライフが4だから、基本5のライフが4なので、あの命が1個少ないってことですね。ケイミー、ケイミー何なんだろう。おー、そうなんや。あー、なんかいいですね、これこれやってみたいわ。そう、デッキの上から4枚見て、あーね、好きな順に並べてないですね。じゃあじゃあ、主張激しい系、主張激しい系じゃない、文字がないっていうタイプの主張激しい系、通称でーん、さっきの人じゃーん、え、かわいいクムシじゃーん、え、待って、これ強いんじゃね、シンプルに強いんじゃね、絶対これ強いじゃんね、やばいやばい、かっこいいの出した、セリカに自慢しようやばい、セリカ見て見て、セリカ見てる、私シャンクス引いたよ。しかもこれ1万2000だし、10コストかかるからめちゃめちゃ強いし怖い、やばいよ。10コストはもうドンカード全部揃わないと出てこないけど、相手のパワー1万以下のキャラ1枚までを KO する、だって怖っ怖っ、なんそれ、やばくない、じゃーん、セリカシャンクス引いたことないねんって言ってたからやばくない、かっこよい、素晴らしいですね、やったでございますわ。うん、嬉しい嬉しい、やばすげー、いいカード出しちゃった本当にいた、このキャラクターみたいな顔してんだよな、これね。じゃーんじゃーん、あ、なんか次もキラキラ、あれだな、レイジュ、レイジュだ、レイジュ、レイジュさんかわいい。自分の場のドンが相手の場のドンの枚数以下で、かつ自分の手札が5枚以下の場合、カード2枚を引く。お、めっちゃいい、めっちゃいいです、使いたいです、かわいいお姉ちゃんえ、このシャンクスやばくない、なんか絶対かっこいいんだけど、絶対かっこいい、
楽しいカード開封って。へん。じゃじゃじゃーん。技が多いですね。ちなみにこれ何なんだろうね。なるほど。全然関係なかったセリフと。じゃーん。おお。キックの字をこれも出したことあるけど、相手のライフが3枚以下の場合、自分のデッキの上から1枚までをライフの上に加える。え、そんなカードあんの？ライフにできんだ。へえ。ライフ増えることあんの？初めて知りました。削られるものじゃないんだ、ライフって増えるんや。あ、赤いカードある。これは多分リーダーカード。おお、ヤマトだ。ヤマトじゃん。はい、いきます。じゃん、技。あ、戦国さん。じゃん。お、いいね、7000ばっかり。鶴さん、若い頃の。相手は自身のキャラ1枚を持ち主の手札に戻す。ん？相手は自身のキャラ1枚を持ち主の手札に戻す。ちょっと意味が分かんない。ちょっと理解できない言葉でした。次いきます。4時1時。すごっ。コザとイノラシ。うわ、じゃーん。アロー。なるほど。相手のレストのリーダー1枚まで、次の相手の単終了時まで抱くで。ちょっとダメだ。ちょっと今は開けるだけに集中したいところではあるな。じゃーん。空2時、4時、めっちゃ出るじゃん。2時、4時、1時とか。ジェルマばっかすぎるよー。タシギかわいい。1枚コストで出てくれるの、タシギって。自分のデッキの上から5枚を見て、タシギ以外の特徴海軍を持つカード1枚まで公開して手札に加える。いいカードしてます、タシギさん。めちゃめちゃいい。あ、またリーダーカード引いた。見ましょう。じゃん。お、ペローナだ。ペローナ。じゃーん。これもよく出てない今日。何もなかった。ローラー。じゃーん。あは。じゃん。うわー。この人しつこかった人かしら。ちょっと読みたいけど、読んでもシワが増える今日は。じゃーん、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 じゃん。ほう、めっちゃビンスモークじゃん。ビンスモークイベントカードばっかすぎて。いいね、ジェルマダブルシックスのあれデッキ、確かに組みたくなるな。なんか強そうじゃんね。じゃん。え、あなたも今日よくいらっしゃいますわね、サウロシ。じゃん。最後はベーン、トットムシコ。自分の歌1枚をレストにできる。え、このキャラはこのターン中パワープラス5000なの？トットムジカすぎない？あ、ちゃんとトットムジカなんだ。怖いんだよ、トットムジカもね。歌を1枚をレストにできる。レストにしたって何がいいんだ？攻撃できるって意味、レストにできるって。意味が難しい。でも強いっす。戦国でんでん、ジェフ。あ、なんかキラキラ感あるよ。
次、じゃん、うおー、ピンスモークのお父さんやった、これでもう全部ピンスモーク揃ったんじゃねってぐらい出てるわ。ドンでもマイナス1なんだ、そっか。自分の手札2枚を捨てることができる。トラッシュのカード名が異なるパワー4000以下の特徴、ジェルマを4枚までを登場させる。めっちゃ登場させてくれんじゃん、全員登場できんじゃん、すげえ。めちゃめちゃピンスモークのカードでデッキ組めばめちゃいいことになるね、多分。あのお父さんを入れた方がいいね。これが入るってことでしょ、レイジュとか。なるほどね。おー、めっちゃカード出てるよ、マジで。ジェルマだけのカードにしよう。待って、もう一個ある。バイ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 。じゃん。じゃーん。この人もう強そう。海軍だよね。海軍のカードも結構いいカード来たんちゃう？キラキラしてるし。え、海軍もいいな。海軍でデッキ組みたいかもしれない、水色のやつ。うんね、いずれ、いや私いずれやりたいです。いろんな人と戦ってみたいんですよね。あ、やばい。お、あなたリーダーカードね。じゃーん。おー、虹。ビンスモークデッキ作りたいね。強いかは分からんけど。ジェルマはね、全部紫な気が、紫だったかな。うん、ここまで紫な気がします。いきまーす。じゃーん。じゃーん。じゃーん。紫だよね。あ、杯だ。え？杯？じゃん。せーの、でん。おー、わざわざですね。うんうん。うんうん。あと2枚になりました、気づけば。あと2枚です。2枚？ 2 パック。ローラも今日よく出るわね。でん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 、ジェルマ王国。え、もうジェルマのデッキ組めそうじゃない？組んでみる？今日。今ちゃん！ねえ、かわいい！推しメンが出た。うーん。ん？いいね。2で出てきてくれる推しメン。2枚貯まったら出てきてくれる。ルフィだけのデッキも組んでみたいな。ルフィ何色だった今。あなた赤だよね。赤のこと多い。赤しかないの、ルフィって。はい、最後のパックです。じゃーん、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 最後の1枚です。でん、絶妙4時、絶妙4時です。うーん、プラス線形ね、プラス線形。ブロッカーもやってくれるんだ、いいですね。ブロッカーもできるならいいですね。ブロッカー結構大事な気がしてるんだよ、私は。だってやっぱこう命削る前にね、削ってくれる子がいた方がいいじゃん。多分このカードの一番の当たりは多分シャンクスです。やば、なんかカードの質が違いました。この表面の感じがね、ちょっとね、普通ではない感じしますね。どこ行こうかな。なんか同じパックが2つあるので、強大な敵シリーズを今日は引いてみたいかなと、もう1個を引いていきたいかなと思っています。やっぱシャンクスのすごいだよね。だよね。ジェルマと海軍のデッキな、組めそう。ボックス祭り。
久しぶりじゃないこのパックは。で見ていきます、よろしくお願いします。楽しいね。おじゃん、久しぶり。うわー、よく見たカード、うわーよく見たカードすぎる。うわー待って、キウイとモズだ。フランキーのくだりもう一回見たいな。じゃーん、ウソップー、じゃん。お、ドンカードがついてくるタイプのやつじゃない、これもしかして。最後はドンで締めましょうみたいなやつだっけ、これ忘れてたわ。わかったわ。じゃあドンが一番後ろについてるんだこれ多分。この箱結構開けたんですよね過去。多分最後がドンなんで先にドン見せます。お、ドン、ドンって言って始めてたよね私昔昔。はい、いきます。うわ、うわ、メリーさん、でん、あー、おお、なんか懐かしいぞ。じゃん、おお、カリファー、カリファー、カリファーのあれ絶対そうだよね。ごめん危ない、ネタバレするとこだった。キャラ1枚までこの単純コストマイナスに。あ、そうなんや。いいのか悪いのか使ってみんとわからん系でしたわ。でもカリファのちょっとも、ちょっとも私は怒ってるからね。はい、ドン、じゃーん、じゃん、じゃあルピだ、じゃん、じゃん、最後にドン。うわ、マムだ、マム、待って強くない、マム、あんた強いわよこの数値は。でも10か、さっきのシャンクスと同じ状況ですな。これ10ないと使えないのか、超強いんだろうな。うわ、自分のリーダーか特徴を持つ場合、自分のデッキの上から1枚までをライフの上に加える。強いよねこれ、待って強いよ、絶対に絶対強い。また1枚だって命がもらえるんだ、しかも相手の命をトラッシュに置かせるんだよ。トラッシュに置かせるってことはトリガー機能あってもトラッシュに置かせるってことはトラッシュなんだよ。やばっ、超ビッグマムじゃん、超ビッグマムみたいな攻撃ができるってマジでビッグマムじゃん、すげえ。 Dead or Life みたいなやつだったっけ、なんかマムのね、ドン、いきます。強強ですね、やばい、意味分かってくると楽しいな、これなんじゃこれ、楽しいな。こういうカードってさ、なんかよくわかんないんだよね、なんか意味もなさないカードすぎて。これ多分カウンターで使っちゃうかも。でも7000あるのかって思うけどじゃん、じゃーん、ゴムゴムの技でした。え、ゼロってことはゼロコストで出していいんだ、なるほど、すごい。ちょっとずつ理解、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ダン、じゃーん、おー、エス、わー、いいね、ビッグマム海賊団でデッキ組めばいいんだ。組みたいデッキはいっぱいあるわ、あるんだけどさ、難しいよな、難しい。おーおーおお、じゃーん、おお、カリファのいいカードだって、複雑だわ。いや使わんもんね今はとりあえず使わないから、どんだけいいカードでも使わないから、絶対に今は特に使わないから素顔めっちゃ出るやつね、ケイミーめっちゃ出るやつだ。じゃーん、じゃーん、じゃーん、お、スムージー、あ待って、ドンで終わるやつだ、ごめんなさい、ドンって先にやるの忘れちゃった。
スムージーさんも結構強めですね、多分。自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる。うわすごい、弱すぎて。しかもこのキャラはバトル中パワープラス2000、素晴らしい。アタックするとき2000になるってこと？なるほど強いですね、多分。まあ結局この後半に出るカードが強いっていうのはね、昔からそうなんや。ドン、ちゃんと理解してきたよ。難しいんだよね本当に。ここに書いてある文字をね、なんかあんまり理解できるやつとできないやつがある。お、カタクリのリーダーカード、これリーダーですねからの依存、なんか有能そうな依存。おお、1枚手札に加えて、あー、そういうタイプの、そういうやつね、シャッフルできるタイプのやつね。うわ、カタクリのいいですね。なんかカタクリ兄ちゃん、カタクリ兄ちゃんにデッキにして、さっきのリンリン使えばいいんじゃないの。シャロットリンリンのあの技を使う。デッツはライフドン。うわいいね、シャロット家もいいね。ジェルマもシャロットも作んないとだわ。これもビッグマムだからね。そうか、いいな、いいな、分かってきたな私。わざわざでーん、銀だ銀。ご飯食べてたね自分のリーダーが特徴を持つ場合、相手のコスト4以下のキャラを2枚までをレストにするってことは、攻撃可能にしてくれるってことね。攻撃レストの状態じゃないと攻撃確か効かないんですよ、相手のターンの相手の。確かね、そうそうそう。ドン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 、はい。ガレーラね、確かにガレーラもいいよな、ガレーラもいいよな。いやー、ウソップ海賊団も可愛いしね、もしこりに。じゃーん、うわー、まあ CP9 な、 CP9 っていうか、これはガレーラカンパニーとウォーターセブンってなってるのか。うわー、ルッチとかないよな、多分ルッチとかも多分すごいんだよなこれ。あドン、もう見えてんのよ。出た、トゥースガム、あなたよく出るわね。うん、シャロット家ね、もうシャロットも結構本当にカードめっちゃ出てるんだよなこれ。うん、はっちゃん、あーブルーの CP9 デッキやっぱ組みたいなこれ、ほんとブルーのなじわじわくるからな、結構好きなんだよな、じわじわくるからドンポンテ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 ン、じゃーん、被験、被験ってどないなん。自分の手札からイベント1枚を捨てることができる。イベントない場合はどうしたらいいんだろう。イベントなきゃ無理なの。相手のパワー5000以下のキャラ1枚までとパワー4000以下のキャラ1枚までを KO する。え、2枚 KO できるってこと。え、相手のパワー5000以下のキャラ1枚まで、1枚までパワー5000と4000。え、引けん、危険だ、確かに危険な気がしてきました。バキバキバキって書いてあるもんね、確かに。 KO は強いですよ、だってもうトラッシュに置けるからもう攻撃できなくなるわけですよ。しかも5000と4000それぞれってこと。え、すごいじゃん危険。よし、いきます、ドン。めっちゃ詳しくなってないってね。いや、そんなに詳しいわけじゃないよ、多分まだ全然理解に苦しんでるけど。あらららら、アバギーじゃんじゃん。うわー、待って、ルッチ、そうだよね、あなたリーダーにもなるよね絶対、そらそうだよね。手札を2枚を捨てることができる。相手のキャラが KO された時このリーダーをアクティブにする。ふーん、じゃん、以前、あ、うん、いた、こんな子。
ちょっと理解に苦しみますけども進みます。ドンじゃーん、ガイモン。あ、ガイモンめっちゃカード持ってんだよね。何でもあなたゼロだし2もかかるの？さっきのルフィと同じじゃない。相手のライフにダメージを与えた時、自分のデッキの上から3枚をトラッシュに置いてもいい。ん？相手のライフにダメージを与えた時、自分のデッキの上から3枚をトラッシュに置いてもいい。そうした場合、このキャラをトラッシュに置く。トラッシュされとるやないかい。弱くない？何これ？どういうこと？トラッシュに置いてもいい。デッキの上から3枚を、あ、見てね。戻してもいいの？じゃあ。よくわからないわ、あなた。でん、ユニエスロギー、モーム、じゃん。じゃーん！うわ、強そう。ロックオーガン。手札1枚捨てて、自分のリーダーかキャラ1枚でプロバラプラス1000、3000。あ、いいですね。後半に使いたいやつですね。守ってあげたいですね、リーダーをね。ドン！来ます。じゃん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 。ナミさん。あ、出た。ナミってこのタイプ結構多いのかな。自分のデッキの上から5枚を見て、ナミ以外の緑の特徴を持つカード。そうだよね、5枚見るスタイル多くない？このカードなのかな。でもなんか最近そのプレイしてる人の動画を見たりとかもするんですよね。そう、あの、あ、ドンってやってないですね。ダン。ナミさんのカード、うん、そうあった気がする。シャーロット系、とりあえずシャーロット家で組めそうだな。じゃーん、残念世界。あー、いいね。コスト5以下のキャラ1枚までを持ち主のデッキの下に置く。ん？見ちゃった。ドン。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん、じゃ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 ーん、じゃーん、じゃーん、ドン。ちょっと、最後にふさわしいかっていう。ごめんなさいね、勝手なイメージで申し訳ないんですが。ドンカード、ドン。あ、クソお世話にドンだ。クソお世話ドンだ。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーじゃ。あ、チームに久しぶり。うわー、この人もよく出た。あなた1コストじゃない、すぐ出てきてくれるじゃん。自分のデッキの上から5枚を見て、カード2枚までをトラッシュに置く。いや、置くんかい。あ、まあでも逆にいいのか、そういうことか。あんまり使わない。あ、いいじゃん、じゃあ。あ、先に出しとくってもいいね。あ、抗議。なるほど。その後、残りの好きな順番でデッキの下に置く？下なんかい。いいカードで売っても下に行っちゃうってこと？そういうこと？だったらカウンター1000で使っちゃうよね。多分ね。あ、やばい、見ちゃった、見ちゃった、見ちゃった。ベルゴだ、ベルゴ。ほっぺに何でもついちゃうよ、ベルゴ。じゃーん、かよ。カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。めちゃめちゃ簡単にできる、めちゃめちゃ簡単な作業。これは多分手札の、あの、良くないカードをどっかに置いて、あの、好きなカードとか、上から2枚なんですけど、これ賭けですね。だから今この2枚を捨ててまでも、だからちょっとカードが弱いな、手札が弱いなって時に使えば多分いいカードですね。コストもそんなかかんないし、1しかかかんないし、確かに意外とね、コスト1でできるものもあった方がいいんですよね、多分ね。じゃーん、ドン。はい、じゃじゃじゃんじゃん、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃんじゃん、じゃーん、じゃ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 。お、ナミさん
じゃじゃじゃーん。わあ。え。かわいい。え、これ出てたことあったかな。え。かわいい。しかも私の好きなこのギアセカンドポーズじゃないですか。いやー、好き。ドンが減るけど自分の手札からコスト5のキャラ以下、キャラコスト5のキャラカード1枚を捨てることができる。え、なんで捨てるの？捨てないとダメなのか。ドンも減ってコスト5のキャラ1枚捨てることができる、ね、捨てることができるってさ、なんで良さげに言うんだろう。捨てるじゃないんだよ、捨てることができる。え、捨てなくてもいいってこと？この辺のこの言い方な。あと5分しかないって、やばい、無理。ブワーって開けるしかないね。ルフィが出ちゃったからちょっと時間が。捨てるのはメリットなのかについてね。そうなんだよね、捨てることができるって言い方よくないね。捨てる、捨てなさいの方がいいかも。おっしゃる、あ、了解、捨てないといけないのねってなるからね。捨てることができる、良さげに聞こえるんだよな。え、良くなくないって思っちゃうんだよね、たまに。うん、え、良くなくないってなるんよ。うわ、強そうだけど使いたくないですね。うわうわ、え、自分のパワー4000以上の赤のキャラ1枚をトラッシュに置くことができる。ほら出た、置くことができる、置きなさいってことでしょこれね。それってどうなの？このその後このキャラはバトル中プラ、プラス1000。なるほどね。まあ7000としては役割を果たしてはくれると、まあいいカードかもしれない。くそー、ティーチのくせに。ドン。はほやとほ、うわうえ、おお、かっこいい。マルコだ、マルコ好き、マルコのカード使いたい。そう、私結構ね赤のカード使いたいんですよね、多分好きな気がする。赤のカードがシャンクス、さっきのシャンクスも赤だしね。うん、ダン。強そう、マルコだったね。じゃん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 じゃーん。おお、サンジ君、あの瞬間のサンジ君じゃん。これフェイスモーク系としてのサンジ君だ。これカウンター2000はありがたいな。カウンター2000は、おお、なるほど、カウンター2000で使っちゃいそう。私はなんとなく分かってる感じあるでしょ、この感じ。多分カウンターはですね、多分守れるカードなんですよ、自分のリーダーのカードをね。ドン。あと3分だって。超急ぐね。じゃん。じゃん。じゃじゃん。じゃん。じゃ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 ん。お！じゃんじゃん。クリーク。クリーク海賊団ってなんか懐かしい。ほうほう。あと2パックでございます。いやーん。2パック、2ボックス開けましたね。ドン。チムニー。じゃん、外部、あ、一面揃い。じゃん、最後は、あ、おらおら、ご飯食べてる。じゃーん、おー、ガス。相手のコスト2以下のキャラ、コスト2以下か。そんな出すかな、コスト2以下。レストにはできる。まあ、あ、厄介なカードありますからね、たまに、コスト2ぐらいの。ドン、ラストでーす、来ます、本日ラスト。じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃ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 、お、あ、アイスバーグの、うわー、デッキね、いいね。じゃーん、うわー、ゼフー、水色、いいね。ということでブワーって引いてやっと2つの箱を開けることができました。多分今日の今日一枚推し面が出たのも嬉しかったんですけど、このシャンクスが多分強かったでしょう。ってことでちょっと駆け足なのですいません、本当にいっぱい一生懸命ランキング読ませていただきます。13位花アットマーク、優勝したけど楽しそうななる見て笑顔になりました。よかった優勝おめでとう
12ほのか、あとまく会いたい、会おうよ、ありがとう。11位、エムタカ、あとまく僕隊、楽しかった。17順はギリセーフ、セーフの域だった。10位、エゴになるならヤマピョン、あとまく公演楽しかったよありがとう、2日間。9位、立山ケーキ、あとまくリアルトナカイ握手、楽しかった。トナカイさん、ありがとう。8位、ヒデ、あとまくグリとクラタワシ、ナルちゃんの抽選の優勝は格別でした。ド M。7位、シャーロットブリュレ、絶対違う。6位、ユー、あとまく握手会もかき氷も最高だった。ああ、食べたんだね。早くナルちゃんに会いたい。会おうね。ありがとう。5位、パンさん。4位、京平、あとまく今日の公演も大好きでした。良いお年を、良いお年を。3位、チュータ、ありがとう。2位、なんか始め。やめて。クリスマスのカウント取れてる。1位、地道な走り、あとまく握手会最高に楽しかった。ありがとうタワーです。こちらこそありがとう。